皆さんこんにちは、マナルグルピジです。では今回は、ギルネボアクシューズの脅威 V、ハマーアクシューズ編、続きをプレイしていきたいと思います。地球上のエウゴの拠点残されているのは一つ、ここ、ジャブローのみになってますので、ここに攻略戦を仕掛けていきたいと思います。エウ中の方でもエウゴの大規模な反攻作戦が始まっているという情報をキャッチしているんですが、これもね、アクシスに軍を集結させてますので、これで迎え撃ちたいと思います。では早速時間を進めていきましょう。偵察部隊から報告です。アクシズ空域にエウゴ艦隊が接近しています。エウゴ艦隊、これを迎え撃ちます。まあ、その前に先にですね、ジャブローの攻略作戦発動しましょう。我が軍はこれよりジャブロー攻略作戦を開始する。目標は南米ジャブロー基地である。諸君らの健闘に期待する。侵入ルートなんですけども、南米の2から入っていきます。こっちの方がね、陸続きになっていて、まあ、アマゾン流域を渡らなくていい分、進軍が容易というのが、大きなメリットになりますので、このね、アルゼンチン側から入っていきます。陽動をかけていきたいので、一応ね、全方位から侵入だけはさせます。ただ主力は、アルゼンチンから入らせましょう。ジャブローですが、アクシズ46、エウゴ45。多いですね。時間をかけすぎてしまった分、ジャブローの敵戦力、これがかなり増えてしまったのかなっていう印象はあります。まあ、ただそれはね、こちらにも言えることなので、しっかり戦力を整えているので、まあ、思い切ってね、進んでいきましょう。では、部隊展開していきます。敵と交戦状態に入りましょう。ママーンがね、敵の第一撃を受けて少しダメージ受けてますので、候補に下げます。まあ、無理はさせないよ、というところですね。まあ、今無理させる必要もないので、まあ、しっかり回復しながら、確実にダメージを取っていく。まあ、そういう作戦を行っていきます。まあ、バウもね、まだまだ最前線で戦える力残ってますので、しっかり投入していきましょう。敵ですが、まずここにアムロがいましたね。このウェブライダー形態のうちに、アムロは撃沈をしたいかなと思います。あと、ここに勝つ G ディフェンサーですね。あと、面白いところで言うと、メガライダーに偏見が載ってます。このあたりもできるだけ早めに仕留めましょう。で、大西洋から入った部隊は敵を引きつけるために少しね、陽動をかけてもらいます。その間に迫ってきているこちらのね、ハマーンの方の部隊を撃破していきましょう。イリアのバウでメガライダーを確実に落とします。敵を食い止める盾の役割ぐらいは演じてみせたつもりだ。この機体のテストにはうってつけだな。こんなことまでするは。俺の力見せてやるぞ。アムロを仕留められるかどうか見届けていきましょう。大丈夫そうですね。アムロを撃破できました。この調子で残りの敵部隊も撃破してまいります。落とされた。パイロットは何者なんだ。パイロットは出るんですね。私を ここにはファーがいましたね。メタスに乗ってました。これも撃墜してます。デルが大活躍ですね。アムロに続いて、メタスのファーも撃墜です。ジャブロー攻防戦続いているところで、アクシズに敵部隊が入ってきました。12ですね。数はすごく少ないと思います。これだったら殲滅できると思います。防衛戦を開始します。まず、ドーベンウルフがすでに前線に配備できます。これかなり強力ですよね。
あとはキャラ数、これはゲーマルクに乗ってます。これも相当強力です。では一気にアクシズで進行してきた英雄語群を潰していきます。キューブレー量産型、これにフルが乗ってます。ではこれでアクシズに進行してきた英語軍1ターンで、迎撃撃破完了です。ジャブラの方に戻りましょう。我が軍の勝利です。ロベルト撃破です。すまんアポリ、後を頼むぞ。もう敵のね主力部隊ダメージ与えてるので、このまま中心部に向かってこちらの主力も繰り込んでいきたいと思います。これでジャブロの攻略完了です。2ターンかかりましたね。損害もまあだいたい 25% ぐらいは出てしまったと思うんですけども、まあ2ターンで、壊滅できたというのは大きかったかなと思います。報告します。我が軍は敵特別エリアの制圧に成功しました。グレミートト様より報告が入りました。グレミー様の部隊がネールアーガマと交戦し、これを撃退したとのことです。グレミーがネイルアーガマ隊を撃破したと同時に、グラナダ、まあ、つまりエウーゴの本拠地ですね、ここの攻略作戦が提案されていますので、早速ねグラナダに攻め込んでいきたいと思います。で、我々の方の開発状況なんですけども、まずクイーンマンサですね、これ完成してフルクローン乗せてます。まあ、さらにサイコガンダムも配置していてですね、これですでにグラナダを取り囲んでいる状態です。なので主力部隊これを全部で、集結させて一気にグラナダを落としていこうと、まあ、そういう作戦になりますね。地上での戦いはもうないと思いますので、今地上でジャブロを戦った部隊も全部宇宙に上げて、攻略作戦を行っていきたいと思います。ではその様子は次回お届けさせていただきたいと思います。